この度、私、実況者ジャンダルクは、YouTuber、うごくさんと縁を切らせていただきます。その理由としましては、うごくさんは、YouTube 上で多数の男性と関係を持ち、さらに、いやらしい行為を動画上で行ったということで、させていただこうかなと。ちょっと待って、ちょっと待って、待って。いや、だってほら、あれでしょ、なんか生放送されたんでしょ。いや、まあ。なんか、それはそれなんかもう、YouTube からお説教受けちゃったらアウトだよね。だってキッズに優しくない動画を上げたってことだよね。いや、違う。キッズにだよね。いや、違う。大人らしい。あー、なるほど。アダルティーなね。いや、それって YouTube 上でダメだったからされたんじゃないのでしょ。だってそのさ、もし俺今回のこのタイアップでさやられたら同じくペナルティ食らうからさ、怖くない？ないですよ。違う。だからもう今回は延期とさせていただいてって形。違うんですよ。違う。いやー、なんかうごくちゃん最近ね、いろんな人とコラボしてなんか最近絡んでくれてないから、もうなんかね、もう俺切られたんかなと思って。ジャンヌさんだってさ、なんかさ、女の人とほっつき歩いたりしてるじゃん。人のこと言えないですよ。そんなことするわけないじゃん、こんな。見てこの仕事にほら、僕だって一時ですよ、少女。あ、ほら出た、そういうワード言うからまたバンされるんだよ。このタイアップどうせここカットだからね。だってどうせこれまたカットで俺怒られるんだからね、クライアントに。どうお考えでしょうか。どう考えでしょうか。そうですね、やっぱり僕精神誠意ちょっとやっぱそういうね、心を見せてもらわないとやっぱ不安で僕バンされたくないもん、だって YouTube から。じゃあこの誠意を僕ゲームで表します。ゲームで表す。おう、何で表すの？ガーディアンズっていうねゲームがあるんで、これで僕がジャンヌさんをキャリーしますよ。よろしくお願いします。やっていきましょうか。やっていきましょう。こんにちは、うごくちゃんだうジャンダルクです。もっとシャキッと挨拶してくださいよ。じゃあテイク2お願いします。こんにちは、うごくちゃんだう。はいどうも、ジャンヌダルクです。なんで噛んだからあのさはい、というわけでね、本日は、まあ、なんかジャンヌさんに縁切るとか言われたので、僕がね、このゲームを一緒にやって僕が必要だってことをね、認めてやらせましょう。そこで噛むんだ。まあ、この「ガーディアンズ」っていう作品自体が「出会いが絆になる RPG」っていうタイトルですから。はい、そうですよ。そうだから僕たちのこのうごくちゃんと僕たちの絆もね、まだ紡いでいく絆ですよ、RPG として。そう、というわけで本日は「愛が絆を結ぶ」「出会いが絆になる RPG」出会いが絆になる RPG ガーディアンズをプレイしていきたいと思います。はい、こちら先行プレイですね。そう、まだ開発環境でのプレイになります。で、これなんとみんなご存知 LINE のゲームなんですよ。そう、 LINE が提供してるゲームなんですけども、 LINE のログインなしで遊べるということで。おお、え、でも LINE ログインしてないってことはさ、うん、LINE で繋がってる人は支えないってこと？それがこのゲーム LINE でログインしてなくてもゲーム内からこう LINE を立ち上げて招待ができるらしいということで、かなりね、もうめちゃめちゃ便利なんですよ。そうやったね。おそう、今までのゲームとは違うんですよ。なるほど。うん、まあ楽だよね。リアフレとやったりとかね。というわけで早速プレイしていきたいと思います。これうごくちゃんとパーティー組めるんでしょ？うん、こちらの作品というかガーディアンズ自体に、ワールドとクエストっていう2種類の項目があって、ワールドっていうのがオープンワールドで、もうほんと気軽にレベル上げたりだとか素材集めたりっていう形のほのぼのとしたMMORPG なんですけども、こちらのクエストっていうのが最大4人でボスに挑むことができるモードということで、こちらね高難易度のところもあるんですけども、まあ、今回やっていくのはね結構楽めなところということで、ちょっと今回はワールドで刀荒らしの方をやっていこうかなと思います。すげえ、縦画面の MMORPG だ。あ、来た、うごくちゃん。やったー。うごくちゃん、それ何？魔法使い？魔法使い。あ、中二病だ。何？あれでしょ、剣でしょ。剣だよ。剣も中二病だと思うよ。適当に狩りに行きましょうよ。行くか。俺一発で倒せる。まあレベル僕たち高いからもうちょっと奥行こうぜ。いいよ。いいよ。ちょろいちょろい。ここら辺もちょろい。で、こういうのがアイテムだよね。こういう形で素材ゲット。LINE でさ、これできるのいいよね。ね、本当に。本当に。縦っていうのがさ、なんか。よくあるじゃん、その例えば駅とかでさ電車座ってる時にわざわざこう横画面にしないといけない RPG あるじゃん。じゃなくてこれ縦でできるから片手でできるんだよね。だから片手荷物持った状態でそうこのゲームが楽しめるということでこれ楽だね。そう今実際俺左手鼻くそほじりながらやってるもん。いやキモい。電車とかでなんか、うん、あの人ガチってるって思われずに済むっていうのがいいですね。せやね。なんかちょっと眼鏡つけながら、うわなんかあの人なんか調べ物やってるって思わせといて、そう実はゲームやってるみたいな。それではワールドで刀荒らしの方を済ませたということで、お次クエストやっていきます。見せるか。これはルーム作成ができるんで、じゃあ動きちゃんパーティー参加でお願いします。はーい。ああガーディアンズランクだとか特殊クエストだとかいろいろとあるんですけども、とりあえずガーディアンズランク1で、受けれるのがゴブルキングやって、お参加者募集中。あ LINE で募集ってある。すげえ。あすげえパーティーができてる。あすげえ。こうやって集会所があるんだ。なるほどね。いいですね。ちょっと待って、ここでさ、注文で料理を食べて、あどうしよう、体力アップしとこうかな。ディフェンスアップ、こういう形で料理も食べて、はい、自分にバフをつけると。さあ、それでは早速やっていきましょう。来た、こいつがゴブルキング。あ、いいんじゃん、ほら。ゴブルキングいる、動くちゃん、その先いるよ。その先いるよ。これやるよ。まずは自分にバフつけて、そこに、よいしょからの、シールドバッシュ。で、通常攻撃入れて、これあれだな、ちょっと自分たちのレベルだったら若干低めのやつなんじゃないかって思ったけど、敵も体力結構いいね。さすが MMORPG。 シールドバッシュ結構これ長期戦になるね。一回避けてなる。でこのその背景攻撃やばい。その背景攻撃やばい。助けて。一回回復しよう。回復して、やばいやばい。おいその背景攻撃やばい。よいしょ。スキルだけ打って、スキル弾も逃げていこう。スキル弾逃げよう。ほスキル溜まる前に逃げて、背景攻撃避けて。待って、その横振りはちょっと範囲広いんだよな。ガード欲しいな。待って、その背景攻撃危ない。避けてからのブラスト。ちょっと引きながら本当スキルだけ当てて避けていくって日和コードやろ。やってる。バフつけてシールドバッシュパシュン。いけよし、いいね。いいぞ。いた別のなんか来たんだけど、これ動くちゃんの範囲攻撃。これ動くちゃんの範囲攻撃して。あっ、なるほど。きつくないこれ。やばいやばい。しめ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 。これ大丈夫そう。これやばくないくらい。スキルだけ当てて逃げるヒット&アウェイ作戦。とりあえずバフつけてくらい。よいしょよいしょ。ゴリ押しゴリ押しゴリ押し。俺はゴリ押しする。いけゴリ押しじゃ脳筋 FPS 見は脳筋。よしナイス。素晴らしい。ギリギリやったね、マジでギリギリだった。はい、ということでこちら、LINE の方で配信予定の、MMORPG ガーディアンズ、こちらがただいま事前登録キャンペーンをやっているということで、ぜひとも皆さん、動画説明欄の方から事前登録、してみてください。してねー。動きちゃん今回やってみてどうだった？楽しいね。普通に片手前できるし、なんか久々にこう案件なんだけども気軽だったよね。おもろい。早く配信されてほしいです。流行る。このゲーム、まあ一応今回案件でやらせていただいたんですけども、なんか操作性についてほぼほぼ説明しなくても伝わりやすいっていうのを多分皆さん動画でも分かっていただいたと思うんですよ。MMORPG にしてはめっちゃ簡単だから手がつけにくいっていう人も、MMORPG があんまりね、苦手な人も気軽に、そうできると思う。もう超有名なゲームの監督さんだとか音楽の監督さんで、小室哲哉さんという方なんですけども、そういう方がね、携わってるということで、非常にね、このゲーム内容以外もすごい手が込んでる、BGM だとかすごい凝ってるということで、ぜひとも皆さんリリース、お待ちしていただけたらなと思います。はい、重複にはなりますが、ぜひとも皆さんこちら動画説明欄の方から事前登録の方よろしくお願いいたします。インストール違う、事前登録してくれよな。